僕は今訳あって一人暮らしをしてるんだけど。今泉の家居心地よくてついつい長居しちゃうわ。なぜだか最近僕の家がクラスの女子のたまり場になっています。罰ゲームだからね。やっべ、うちこれ完全に終わった。花咲さんの目が、てか、さすがに近づきすぎなんじゃ。